駅までどこで行ったっていうとね、メキシコのカンクンにいます。カンクンのホテル地区に今滞在してるんだけど、ホテル地区のビーチにいます。リゾートホテルがいっぱいあるということはホテルゾーンというところなんですね。そこの中で今ビーチにしてます。カンクンといったらビーチリゾートって有名なんですけどね、まあ、その中で白砂のビーチでホテル飲んでたね。エメラルドグリーンということで綺麗なビーチに行きます。中南米周遊半年ですけど、もうやっと最後です。ここは最終目的地。8キロ9キロ痩せました。来るときね、来るときもっと肉あったんだけど、結構8キロ9キロ痩せて、ね、10キロまでいかないぐらいかな、痩せたんで結構ほとんどなりましたね。まあこっちの方が女性向けな、あの日本人女性にはいいのかもしれないけどね、ちょっと筋肉衰えました。ということで、まあそれはそれですね。まあこんな感じで、ビーチ見てます。なかなかね、まあこれで、ね、結構達成してるんだけど、なかなかいいです。ということで、カン君ね、新婚旅行でも最近来る方多いと思うんだけど、まあ、新婚旅行でもおすすめできるところです。メキシコっていうと治安が悪い印象ありますけど、カン君に関しては治安がいいです。メキシコシティもね、まあ、十分気をつけたら問題なかったんだけど、ということで、こんな感じです。でなんか下になんかこういう海藻がね結構漂っててちょっと微妙ですね。若干匂いを発しますけど、でもこの白砂暑いです。でデッキチェアがいっぱい置いてるかと思ったら置いてないです。ということで普通の白砂ビーチね。で汗、かきますんで、皆さん脱水症状を起こさないようにね、十分気をつけていただきたいと思います。